コスト感上がります。これがその指標になります。この中から選ぶとか間違いないです。どうも、宮です。本日はですね、これ一本で全てがわかる人気絶頂のカーポート5選というテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん、外購を検討中の人も多いですよね。特にマイホームを新築で建てる、リフォームでやり替える、カーポートだけつけたいっていう方ね、たくさんいらっしゃると思います。そういった方はこの動画を見ていただけたら、今一押しのカーポートが何かっていうのがわかりますので、ぜひこの動画を最後までご覧ください。いろいろお話をさせてもらうんですけれども、カーポートの場合ですね、人気の商品だけを知りたいっていう方も多いですよね。なのであまり数を言うのではなく、厳選して5つに絞ったという形です。なので実際によく出ますし、私もよく提案する内容のものとなっておりますので、必ず必見、皆さんの参考になると思います。それでは早速行ってみましょう。まず1戦目、 YKKAP さんというメーカー、皆さんご存知ですよね。そちらのカーポート、 G ポートプロという商品になります。じゃあ人気のサイズの2台用で解説させていただきますと、間口 5.5m、 奥行き 5.5m という一番よく出る仕様ですね。こちらで高さ2500、定価で933,800円という内訳になります。これね、まず皆さん見ていただいて分かりますかね。折半カーポートという商品になります。雪国とかで使うような商品なので、基本的に積雪の多い地域ではこの折半を選ぶというのが一般的かと思います。なので雪が心配、台風が心配という方であれば、この折半カーポートという部類を選んでください。各メーカーね、たくさん種類あります。正直ね、そこまで性能の違いはないです。この YKKAP さんの G ポートプロが結構おすすめ。なぜかというと、衣装性に優れてという点ですね。天井材のパネルをオプションで付けることができて、木目調だったりとかオプションも豊富です。普通によくある折半カーポートよりも差別化ができておしゃれなので、これをおすすめしているという話ですね。正直値段だけを見るのであれば、リクシルも三強も YKK もそこまで変わりません。ただそこからできるデザイン性というのは、この G ポートプロが一番優れています。折半カーポートは定価がね、ちょっと高く見えるんですけれども、値引き率がいいはずなので、大体ね 40% オフとか 50% オフとかで提案してくれる会社も多いので、大体50万とか60万円ぐらいで付けれることが多いです。ただ木目のね、軒天のオプションとか付けちゃうと一気にね100万近く上がったりもしますので、どうするかは皆さんの予算次第かなと思います。おしゃれな木目の折半カーポートが欲しいという方はね、 YKKAP の G ポートプロおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。2戦目、リクシルさんのカーポート SC です。皆さん、カーポート SC を知ってますよね。外交ね、初心者でまだ見始めの方であれば分かんないかもしれないので、参考にねご紹介もしていきますと、一応アルミパネルの屋根になってます。一昔前はポリカーボネートっていう透明のね屋根のパネル材が一般的でした。それがやはり見た目だったりとか、今時の雰囲気のデザイン、もしくは耐久性ね、このあたりを考慮してちょっと進化したのがこのカーポート SC という商品になります。結構画期的だったので、すごく爆発的に売れた商品となっております。こちらの特徴がさっき言ったポリカーボネートですと、例えばね大雪とか台風とかそれぐらいしかないんですけれども、何かあった時に飛ぶような設計になっているのがこのポリカーボネートのカーポートです。理由としては、大雪だったりとか台風の時に飛んでいかないと柱ごと倒れちゃうので、それを防ぐために飛んでいくような仕様にあえて作られています。それがカタログに記載している風速何メーターとか、積雪どれくらいっていう目安が書いてあるんですね。これがその指標になります。これがポリカーボネートの話なんですけど、一応カーポート SC というブレイクが出ました。これ何かというと、さっき言ったポリカではないので、飛んでいったりとか外れるっていう仕様ではないです。カタログの記載で風速どれくらい、積雪いくつ書いてはあるんですけれども、あんまりそのポリカみたいに外れたとか目視的にどうこうなるのかわからない部分ではあります。なのでしっかりね、積雪を守った上で適切な商品を設置するのがすごく大事になります。なので大雪の地域であれば、ちょっとカーポート SC やめるとか、2台用であればね、積雪の強いタイプになりますので、この辺り検討してください。このカーポート SC なんですけど、実際にね、どれくらいの費用感高くないって思う方いません？ポリカとか格安系よりは高いんですけれども、中ぐらいかなと僕は思ってます。なのでその裏付けとしてよく出てるという話ですね。皆さん高額すぎたら買わないんですよね。でも世の中にそれだけ売れてるということは、まだ手が出しやすい価格帯であるということです。具体的なねサイズとお話もしていきたいと思います。1台用でよく出るサイズ、2750というサイズですね。間口が2700、奥行きが 5m で、高さが2500のロング柱という仕様ですね。こちらで定価は568,300円という値段になっております。一応ね、2024年版なので価格改定していく恐れはあるんですけれども、今はそれくらいです。もう一個ね、木目調の仕様というのはあります。何かというと、外観のデザインは変わりません。一つ言うのであれば、色の指定が入ります。屋根材の色はですね、黒になります。軒天だけ木目調という意味ですね。これが木目の仕様です。
こちらの木目を選んだ場合、定価がですね、77万3100円というね、金額となります。なので、木目にすると結構コスト感上がります。なので、よく出るかというと、正直そこまで出ないです。基本的には通常の56万8300円の価格帯が一番出ます。まあ、それだけでもかっこいいと思いますしね。今お話したのは1台用なんですけれども、2台用が割とよく出ます。よく出るサイトが5450ですね。5450というのはマルチ5400。奥行きが5メーター。で、高さが2500。これが一般的。で、定価が129万3600円が定価となります。木目にした場合は171万2100円という価格。ざっくり4、50万上がっちゃうので、あまり出ません。やはり定価で4、50万だと、ちょっと値引き入っても30万円ぐらい皆さんが負担しなきゃいけなくなっちゃうので、結構高いですよね。なのであまり木目も僕はお勧めはしないですし、基本カラーでいいのかなとは思ってます。やはり外交って費用かかりますし、なるべく予算を抑えたいってことが多いですよね。割高でコスト上がっちゃいますので、このあたりが削減のポイントとしてしやすいので、どうしてもこだわりがない方であれば、通常のカラーもいいと思います。続いて、2023年ですかね、3台用も発売されました。こちら人気商品なので当然なんですけれども、3台用ですと、間口がよく使うのが8150って言いまして、間口が8100。で、奥行きが5メーターですね。この8150というサイズ、高さ2500。これがね、一番いいかなと思います。で、これの定価が271万7300円です。3台用はやっぱ高いんですよ。それだけね、針も大きいですし、3台用になると柱も3本になります。なので、その分ちょっと高く感じますね。木目調ですと340万1200円です。なので、3台用の木目調は僕はまだやったことないんですけど、ものとしてはありますので、気になる方はこれも使ってみてください。カーボン SC はね、1台用、2台用、3台用あります。やっぱり人気商品なので、リクシルさんもどんどんね、開発して、新しくアップグレードしてます。さらにもう一個出た画期的な商品があって、これが後方支持っていう仕様ですね。後方支持って何かっていうと、片方で2台分カバーするという意味ですね。わかりやすく言うと、1台用で2台分の屋根があるみたいなのがすごくわかりやすい例です。皆さんご想像の通りなんですけど、こういった画期的なアイテムは高いです。定価で220万。木目調の仕様で、定価で265万4600円という値段になります。通常の2台用より、まあ、約倍くらい定価が高いので、ちょっと手は出しにくいんですけれども、めちゃめちゃ使いやすいです。皆さんご存知だと思うんですけど、片方に柱が、屋根があれば、出入りするとき駐車めちゃくちゃ楽ですよね。なので、かっこよさと機能性を兼ね備えているのがこの方向性自体。なので、めちゃくちゃおすすめ。ただ、まあ、値段だけネックですよね。予算を許す方であれば、ぜひ使ってみてください。続いて、3点目。三協アルミさんのカーポット F2 という商品になります。今後流行っていくだろうなという商品なんですけど、まずサイズが5028って言って、奥行きが5メーター、間口が2800。なので、リクシルさんよりちょっとだけ、まあ間口がね、狂気的に広いです。で、高さが2500。定価が56万8200円という内容になります。正直、仕様ほぼ一緒です。木目調もあるでしょ。これも値段がですね、定価が77万3000円という金額になります。なので、もちろん木目にした方が値段が高いので、まあ、考え方任せるんですけど、木目じゃなくてもいいのかなと思ってます。ただ、個人的には実物見た限りなんですけど、サンキューアルミさんの木目が綺麗。なので、もし木目調の木点にしたいなら、個人的には SC よりこっちの F2 の方がいいかなと思ってます。で、皆さん、この価格を発表して気になったとこありません？ここで感じた人さすがなんですけど、ミクシルのカーポート SC より定価がね、若干安いんですよ。リクシルの1台用のカーポート SC が56万8300円に対して、サンキュアルミの F2 は1台用が56万8200円と100円安いです。SC のデメリット的なところも含め、改良したのがサンキュアルミの F2 なんで、上位互換に近い出し方をしているイメージですね。カーポート SC とかってあまり知られてないんですけど、デメリットがあって、湿度が高かったりすると、結露して、水がね、垂れてくるんですよ。このね、結露がちょっとね、デメリットでした。F2 は、そこも分かってて、垂れづらい加工がしてあって、あまり知られてないんですけど、細かいところで違いがあったりとか、性能的にね改良して良くしてる部分と、値段がちょっとだけ安いとか、後出しの強さっていうこともあるんですけど、アップグレードしてよく見せてるのが F2 という商品です。カーポテッシーが細かいんですけど、縦向きのラインに対して3キロ F2 は横向きになってるとか、これで微妙な差があったりはします。なのでね、まあ、このあたりはお任せします。ただどっちも人気商品なのでご紹介させていただきました。続いて4戦目、サンキュアルミさんのスカイリード、これは画期的なアイテムだなと思ってます。現に結構今ちょこちょこ出始めてますね。サンキュアルミのスカイリードという商品は昔からありました。結構コスパがいい商品です。なので定価とかが安くて、割と値引き率も良く、僕は普通の2台用のカーポットでした。じゃあ何が違うのって皆さん思いません？この画像見てもらうと分かると思うんですけど、一応ブラックポリカという仕様が登場しました。皆さんこれを見て何か分かりますか？通常の屋根のポリカっていうね、透明の部分も真っ黒になってます。
明るさを入れるというのが今まで主流だったんですけど、時代の背景的に真夏とかめちゃくちゃ暑いじゃないですか。車の中も暑いし、なるべく日を遮りたいという需要が高くなってるんですね。透過率 0% で全く見えないです。かっこよくて、なおかつ日も通さなくて、皆さんが今求めているようなカーポートがこのスカイリードになります。スカイリードでも透明な仕様、従来のよくある仕様のコスパがいいモデルとブラックポリカというオプションが追加されたような感覚です。まあこれもね、ちょっとお話しますと、まず通常の荷台用、奥行き5メーター、間口が5400、高さが2500、で、定価がですね、透明な屋根のバージョンで72万9000円という定価です。ここから割引絶対入るので、40% とか。ブラックポリカというのがオプションに追加されたんですけど、これはオプションということで値段がちょっと上がっています。今の72万9000に対して、加算額14万7600円。合計で87万6600円というのがブラックポリカになった場合の定価になります。そこからちょっと値引きとかも入ったりすると、10万ぐらいの加算額になるのかなとは思うんですけど、それでも僕はコスパがいい中でグレードも上がったのでおすすめではあります。個人的にはもし僕がポリカのカーボードを作るなら、多分このブラックポリカを選ぶなとは思います。今実際に人気も出ているので、多分各メーカーがどんどんこれから商品開発していきます。YKKP さんは一応ね、これを参考にしてね、ブラックポリカっていうのを開発してますので、まだね、値段公表されてないんですけど、これも登場します。なのでね、このブラックポリカもコスパよく見た目がおしゃれなのでおすすめです。続いて最後、5000目。リクシルのネスカっていう商品です。シンプルによく出る理由としてコスパがいい感じです。説明ちょっと省くんですけど、通常の屋根です。で、一般的な昔からのみたいです。サイズが5450で、間口5400、奥行き5メーター、高さ2500で、定価が72万2900円という値段になります。皆さん、これもわかりますね。さっきの3キャリムのスカイリードは定価が72万9000円だったんですけど、ネスカの方は定価が72万2900円なので、ちょっと安いんですよ。シンプルに定価が安くコスパがいいのはこっちなので、ブラックポリカでもないという条件下であれば、このネスカを僕は選ぶ仕様にしています。これ、ちょっとね、気をつけてほしいのは、地域によります。僕、愛知とか岐阜の方のメインなので、静岡とか中部地方全然いいと思うんですけど、積雪が強い地域、台風が良くあって、ポリカ怖いよっていう方であれば、折半とか、こういうふうにちょっと使い分けはしてもらいたいんですけども、その他の東京とか、まあ、愛知とか、まあ、大阪とかであれば、このネスカとかで全然いいかなと思いますので、このあたりちょっと地域見ながらなんですけれども、参考にしてみてください。はい、ということで、本日はカーポートについてご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんね、このカーポート大好きですし、すごく注目度が高い商品なのも分かってます。なぜかというとね、うちはするほとんどのお客様がカーポート欲しいとかね、カーポートどうですかとかいろんなお話聞いてきますので、人気のおすすめのカーポート5000ご紹介させていただきました。この中から選んでいくと間違いないです。他にもね、もっと高額なおしゃれなやつもあるんですけど、人気かというと、正直高すぎてあんま出ないです。やっぱ200万とかその規模になっちゃうんですね。あんま出ないんで、ちょっと今回省いたんですけれども、もしね、予算があって、とにかくおしゃれしたいとかであれば、他のカーポートもありますので、この辺りもね、今後動画にしていきたいと思います。今日の動画がいいなと思った方、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。また内容を聞いてわからないことや質問があれば、ぜひコメント欄の方で教えてください。皆さんのね、外交計画に僕が少しでも協力できれば僕もすごく嬉しいので、ぜひ何回か見直して参考にしてみてください。他にも概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと豪華大特典をプレゼントしています。まず一つ目は、オリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。2つ目は、基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。3つ目は特選商品特集、4つ目、外交チェックシート全35項目、5つ目は登録者限定動画のプレゼント。他にも動画でお話していないような内容もこっそり公式 LINE ではお話してますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。このチャンネルでは失敗しない、後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。